大規模な感染流行が続いている中、今後どのような対策が必要なのか、県の政策参与を務める県立中部病院の高山義弘医師に話を聞きました。大型連休をきっかけに感染が加速しています。まあ沖縄県もともと親族とか地域の交流活発ですので、オミクロン株になってからまあ全国的に子どもでの感染が広がっているんですけれども、まあ特に沖縄県あの子どもの割合が高いです。 子どもたちで感染が広がりやすいというまあ地域性もありますよねこうした中懸念されるのが医療体制の逼迫です特に救急診療は新型コロナの感染者や検査を希望する人が殺到し県立中部病院でも数時間待ちの状態となっていて中部病院では 一般外来の診療を電話診療に切り替えるなどして対応しています若い世代はオミクロン株に感染してもほとんどが軽症のままで回復することから救急の受診は症状が重い人や重症化のリスクがある高齢者を優先させてほしいとしています症状が重たいと感じられるときには救急受診を急いで受診していただいた方がいいと思います ただ一方であの症状が軽くて症状さえ緩和すればですねご飯も食べられてるしまあ、子供であればですね、えー、遊ぶこともできているということであれば今慌てて受診される必要はないだろうと市販の薬を服用し症状が治まるのであれば自宅で療養するよう呼びかけています高山医師も委員を務める県の疫学統計解析委員会は 今、週のの新規感染者の数が 1, 万3000人から1万次感染の波を見ているところで、大型連休で感染した人から感染する人たち、二次感染の波がどれくらいの大きさになるかにあのかかっているという、ね、入院リスクの高い高齢者へと感染が拡大していった場合には、救急のベッドがです、ねえー、不足していくというのことが、まあ、起きそうだと。 二次感染の波を抑えるためには、県民が感染を広げないよう行動すす。ることが必要です高齢者の家を訪問したりとか、一緒に食事をとったりというのを控えていただきたい、家庭内感染を含めて、ですね、高齢者へと広がっていった場合には、医療逼迫が明らかになっていくる可能性もありますので、そこを防いでいくために、力を合わせていくということが必要だというふうに思っています。 高山医師は個人的な考えと前置きした上で感染拡大に歯止めがかからなければまん延防止等重点措置の適用も検討しなければならないと警鐘を鳴らしています。うん、この感染拡大で診療を制限している病院もありますから二次感染の波を抑えるため県民一人一人が改めて感染対策を徹底していくことが必要ですね。はい 感染者の増加により県内では PCR 検査の予約が取りづらい状況になっていますが県の疫学統計解析委員会は50代以下で基礎疾患がない人は市販されている医療用の抗原検査キットの活用を呼びかけています。